はい、速稼塾の久保です。ミスターマイアミさん、いつもメッセージありがとうございます。私はですね、インドネシアから今朝帰ってきまして、変な言い方ですね、インドネシアから今朝8時ぐらいの関空着で今広島の方に帰ってまいりました。すべて終わってね、身の回りもきれいにして片付け終わって、動画の方をいただいております。8月1日の午後3時ぐらいですかね。これからもよろしくお願いします。今回ね、アメリカの格闘技とかダイエットのことを聞かせていただいたんですけども、やっぱりね、面白いですね。生々しいと言いますか、格闘技は日本みたいにね、ボクサーとか健康法というよりも本当にですね、もう戦い、バトル、こんな感じだったろうなと思います。昔マス大山っていうね、極真空手の創始者がアメリカに渡って、なんかね、空手ショップやったりね、もう凄まじい戦いの歴史を築いた、ね、単身で行って、そんなこともありましたし、でプロレス会場にもよく出てたとかね、あと柔道の木村さんと組んだりとかね、いろいろあの辺のドラマっていうのは日本人の胸を沸かしましたよね。そういったことで東洋の神秘も相まって、今でも日本の柔術とかね、武術っていうのがアメリカで流行ってる部分もあるのかなというのと同時に、やっぱりアメリカといえばボクシングね、あの巨体からね、織りなされるヘビー級のパンチがね、本当一撃必殺というか、本当あれでね、人が死んでしまうぐらいのパワーがあるんで怖いなと思いますよね。でラスベガスでは HBO かなんかが入ってきて、テレビプログラムがすごく流行っていて、ファイトマネーも高いとかね、なんか拳一発で世界が取れるとか、億万長者になれるみたいな、そんなのもやっぱアメリカならではなんだろうなと思いますよね。その他ダイエットね、やっぱりね、肥満の世界一の肥満大国このアメリカ、そして世界一のダイエット商材の国アメリカということで私もね、スーパーサイズミーっていうのをこの旅行中に、あの移動のな飛行機の中で見てたんですけども、かなりね、恐ろしいですね。スーパーサイズミーもマクドナルドを1ヶ月食べ続けるとどうなるかみたいなので、本当にね、レポーターの人かわいそうと言いますか、ドクターも完全に赤信号を灯してね、やめろやめろっていうような感じだったんですけども、見られてますかね。私はね、実は今回初めて見たんですよ。というのが、内容は想像つくじゃないですか。それマクドナルドを食べ続けたら体に悪そうですよね。で体重がむちゃくちゃ増えるんですね、あれね。なんか1週間でもうすでに4キロだか5キロだか増えてきたっていう風な形で、やっぱり10日もしないで4、5キロ増えるのは、それだけでもマクドナルドじゃなくても体に悪いってところで、相当なカロリー摂取なんだなと。で日本にはないようなサイズね、スーパーサイズみたいな、1リットルとか1200とかね、なんかガロン単位で売られているものとかがあって、いや恐ろしいなと思いましたね。で私はそういうスーパーサイズミーを見ながら、インドネシアではのんびりと少しずつね、海の幸、山の幸をいただいてたという感じで、結構ね、インドネシアの料理って、バリ島の料理って日本の居酒屋みたいな感じで食べやすいですよ。で日本食ないかなと思ったら、とんかつとかそうめんがちょろっとあって、それもいただいたって感じなんですけどもね、胃を休めようと思ったらそういう風な柔らかいものをいただいたりとかね。で海の幸、山の幸はがっつりとね、日本の居酒屋みたいな感じで、日本人にはすごく合ってるんだろうなと思います。で日本語がね、街で通じるかどうかってことをちょっとお話して補足させていただきたいんですけども、やっぱりね、私たちが観光客が行くようなところは日本語をそこそこ覚えて待ち構えていますね。だからもしかしたら農村部とか、そういうところに行くと、外国語なんて喋らないでね、外国の方なんて見かけずに一生暮らしていくような地域の方ばかりだと思うんで、インドネシア語オンリーなのかなと思いますよね。だから都市部ですよね、都市部とか観光地になると結構いろんな言語で、いろんな民族の方にね、商売するっていう感じになってます。でそういろいろね、総じて思うんですけども、日本だけが日本人ばっかりだなと思いますね。インドネシアに行ってもハワイに行ってもなんかね、いろんな人種がいて、日本人はその一部って感じで、日本だとね、日本が大半半数以上で、外国人がなんかね、ちょっといるみたいな感じなんですよね。なんか冷静に考えていくと、日本にいる高齢者の数と日本にいる外国人の数とどっちが大きいのかな、多いのかなとか思っちゃいますよね。はい、それですね、アメリカに対して、またマイアミに対してちょっとね、この高齢化ってものについて、お伺いしていきたいんですけども、アメリカの高齢化率っていうのはどんなものなのかなと。これ数字上じゃなくて、街を歩いていて老人が結構多いなとかね、例えばね、肥満の人を街に出ても見かけると思うんですけども、肥満の人を見かけるようなペースで、お年寄りね、60代から、70代以上ですね、70代以上の方見かけるかなって、どっちの割合が多いですかね。
高齢化率といいますか、それはね、あの数値上のではなくて肌で感じる部分をちょっと聞いてみたいんですよ。あの、まあ、石さん、真弓さんがあちこち行動する中で、職場とかコンビニとかスーパーとかで、あ、確かに老人多くなったなみたいなことを感じるのか、それともまあ結構若々しくてね、30代前後のパワーがみなぎっているような形なのか、それとももっともっと子供たちがいっぱいいるような感じなのかなと思いましたね。インドネシアはね、実はこう10歳から20歳までの本当にちっちゃい子で、本当子供っていうのがそこら辺パーッと走ったりとか、中学生でもバイクね、あの運転したりとかしてるんですよ。まあ運転免許証いらないんで、バイクに関しては。車もね、教習所がないんですけども免許あるらしいんですよ。だから誰かが、近所の人が教えて、それでライセンス取るみたいな感じなんでしょうね。すごく道路交通法も緩くて、でも事故率も低いということなんですよね。まあ事故率が低いのは誰も事故としてあげないのかなという気もするんですけどね。ということで今回はマイアミの高齢化率についてちょっとね、ミスターマイアミさんからの一言いただければ幸いでございます。それではこれからもよろしくお願いします。